まあそうでしょ、これサクッと気はしたります。どうも、料理の皆さん、リュウジです。はい、ということでですね、今回はですね、なんとコラボでございます。めちゃめちゃ嬉しいコラボですね、これね。こちらでございます。ギネスビールのコラボでございます。やっとね、ビール案件来ましたよ、これ。待ち望んでおりました、ギネスさん。お肉のおつまみ、リュウジのバズレシピ。最初にこちらの瓶のね、スタウト、これに合うものを作っていく。これね、マジ合うから。で、今回作るのはタンドリー唐揚げ、タンドリーチキンの唐揚げバージョンになります。これうまいんですよ、これ。材料はもう鶏もも肉が1枚、 300g ぐらいのものですね。あとはもうこちらの、材料、ヨーグルト、カレー粉、コンソメ、砂糖、レモン汁、あとニンニクが、生のニンニクが1かけ、あとね、お塩、これね、分量はね、概要欄に書いてありますんで、そちら確認してください。はい、それではやっていきたいと思います。はい、ではですね、まずニンニクです。こちらのケツを切り落として、皮はね、剥いていきます。鶏もも肉なんですけども、これはね、半分でこうやって切っちゃうんですね。で、こっからね、分けていく。こう、大体一口大に切っていくんで、まあ8等分から9等分ぐらいですかね。そうですね、8等分ですね。今回ね、8等分にしました。で、これをね、漬け込んでいきます。このね、漬けだれが今回特徴的です。最初にね、お塩小さじ1/4。これね、こういう漬け込みタイプのものをやる場合で、塩分から染みさせていった方がお肉に味がつきます。コンソメもこれ塩分がかなり含まれておりますので、塩とコンソメだけ先に振っておくと、お肉に下味がね、つきやすいんです、実はこれ。で、お砂糖もここに入れちゃいます。で、まずこれで揉み込むのが一番いいんですね。塩分をこの肉に入れるっていうところで、顆粒のものから入れていくと味が染みやすいです。これカレー粉ですね。カレー粉もこれね、あのお肉に香りがつきやすくなります。レモン汁少々、はい、おろしニンニクですね。はい、ニンニクはチューブのものでもできなくないんですけども、やっぱりね、生の方がね、香りが強いです。タンドリーチキンっていうのはね、ヨーグルトで漬け込んで、コクとかね、香りとかをつけるっていうのがポイントになりますんで、これを揉み込んでいく。ギネスに合うように、やっぱ唐揚げ。今回ね、唐揚げで活かしてください。ヨーグルトはですね、お肉柔らかくする効果もありますし、味付けとしてもね、コクと適度の酸味を加えてくれるので、ヨーグルトで漬け込んだ唐揚げはね、うまいんですよ、これ。混ぜてる時にね、異国情緒がものすごいです。あの香りがね。この感じでございます。この感じね。この感じ、この状態で15分から20分漬け込みます。このまま揚げても大丈夫は大丈夫なんですけど、やっぱお肉にコンソメとかでね、お塩とかニンニクの旨味を染み込ませたい。なので、15分から20分待っててください。じゃあね、唐揚げ今衣をつけて揚げていきたいと思うんですけども、だいたいね、20分ぐらい漬けました。はい、もっとね、味染み込ませてもいいので、30分から1時間ぐらい漬けてもいいです。小さめのフライパンに1センチぐらいの油を入れます。これ小さめのフライパンの方がいいです。この 1枚だけ揚げるんだったらね。温度は中火、十分に温めます。厚みつけるんですよ。はたかずにこれで揚げていく。つけたらすぐ揚げます。これは、はい、これを繰り返していきます。これがなんともうまそうなんですよ、これが。今回ね、二度揚げしません。小さいピースであれば二度揚げする必要はありませんので、なるべくね、油が半分ぐらい使っている状態にしてください。あえてこの揚げ焼きみたいな感じで、裏がこんな感じで芝生色にね、全体がなってくるんで、そしたらね、ひっくり返していきます。ほら、うまそうでしょ、これ。で、こんなに少ない油なのにパンパンに詰めてるから、全部ね、油浸ってるんですよね。サクッと火は浸ります。芝生色になってきたら揚げ終わりなんでね。今回は胸肉じゃなくてもも肉を使っているんで、触ってみて、あ、カリッとしてるなと思ったら、これね、揚げちゃっていいんでね、ここら辺はもういいと思います。乗せていく。これこれこれ、世界一幸せな男になるのが確定されてますよ、これはね。ちょっと休ませます。1分ぐらいちょっと落ち着かせればもう大丈夫かな。皆さん、勝ちました。はい、完璧です。レモンを添えてください。こうすることによりかっこよくなります。ちょっとかけようか。ギネスのスタウトに非常に合うですね、タンドリーから完成でございます。
早速持っていきたいと思います。このスタウトタイプとドラフトタイプっていうのがあるんですけども、ギネスはね、缶タイプのは美味しい飲み方っていうのがね、ちゃんとねこれ書いてあるんです。これに、ちょっとね乗っ取ってやっていきたいと思います。中に玉が入ってるのこれね。この玉がいい泡を生んでくれるらしいんですね。あ、いい音ですねまずね皆さんこれ3時間以上冷やしてくださいね。専用のグラス、これに斜め45度ゆっくりと全て注ぐ。これ、ね、まだ飲んじゃいけないらしいんですよ。泡のショーを楽しむと。最初白っぽいんですよ、ここね。どん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 こう泡が上がっていくらしいんですよ。これ対流する泡のカスケードショーを楽しむと。エンターティナーですね、ギネスはね。ビールのショーを楽しみながらこちらのスタートを飲んでいきたいと思います。俺初めてですよ、ビールを見ながらビール飲むのねじゃあいただきます。うまい。ビール見酒は本当に本当に美味しい飲み方をね、今回ねギネスの指導のもとやってますんで。ギネスって後味にコクがあっていいよね、これね。僕の知ってるギネスはもうこれですね。いただきたいと思います。うまっ。全然違うね、味全然違う。これすっごい泡がクリーミーでめちゃめちゃ美味しい。めっちゃクリーミーなんだよ。苦さよりもまろやかさが立ってますよ、これね。この飲み方でやった方がいいね。泡のカスケードショーを楽しんで、それから飲んでくださいね。もう全然違いますから、味が。炭酸がガツンとくるような味わいがするので、両方ともギネスなんだけど、味わいが全然違うっていう。これめちゃめちゃ面白いですね。しっとり飲みたいなっていう時は、こちらですかね。この泡のショーを楽しんでね。ちょっともうちょっと飲ませてもらっていい？これ。うまいね、ほんとにね。はい、それではできましたので食べていきたいと思います。いただきます。じゃあ、いただきたいと思います。アンパンと牛乳ぐらい合いますね、これね。それぐらいの相性です、これは。そんなにあっていいのかっていう。うん、圧倒的に柔らかい。これはうまい。ガツンとくるこのギネスのエキストラスタートがね。あー、レモンもちょっとね絞って、生のレモンの爽やかさもいいんだよ。やばいねうわ、うめえ。これ味変をやっていきたいと思います。タバスコ。ああ、これギネスがさらにうまいですね。適度に酸味のあったスパイシーなこの唐揚げがエキストラスタートめちゃめちゃ。あ、でもね、これで終わりじゃないですよ。缶の方もね楽しんでいきたいんで、次はさっとできる一品を作っていきたいと思います。